どうもこんにちは、ガチャバイクの旅、最後までご視聴ありがとうございました。ここで私たちから重大なお知らせが。おお、そうなんですか。あります。ガチャバイクの方のなんかこう感想とか、なんかそういうのを言ったらいいんですか。なんかどうでしたか。もう4ヶ月も前になる。そうですね、もう季節が一つ飛びましたね。そうですね、あれから。あれだから暑くなっちゃうときついからっつって、暑くなる前に行こうって言って5月に撮影したので。そうだ、もう相当経ってるんですけども。覚えてます。9月ですね。いや覚えてますよ、はい、バイクに乗ったこと覚えてますよ、本当。そうなんですよ。ビデオだけ見てるとほとんどバイク乗ってないんですけど、ずっとバイクに乗ってたと。ずっと乗ってたよね。お尻痛いと。お尻痛かったな、はい、というわけでシリーズが終わりましたので、はい、来週からは新シリーズが突入でございます。やった、はい。正確に言うとですね、何でしょうか、新シリーズタチということになります。ということは、はい、新企画の名前はそのまま曜日対抗ゲーム動画合戦ベギラゴンジズです。やった。いや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 、そういうことですよ。ベギラゴンズの複数形みたいな。どういうことですか。ベギラゴンズは複数形じゃなかったんです。もうベギラゴンズって名前だったんですよ。ベギラゴンズの複数形なので。いや別にいいじゃないか、ベギラゴンズで。イエスつけました。これもう企画名つけないよなと思って。メーゴとか無理やり。今までは1から2ヶ月かけてですね、はい、1シリーズずつしかまあ公開していくことができなかったんですよね。週1ですよ。それが来週からはなんと、はい、月曜日から金曜日まで別々のシリーズが毎日公開されていきます。つまり5シリーズが一気に始まります。すごいよ。すごい、素晴らしいですね。こんなことしてる YouTube チャンネル日本にないよ。ないです。日本初の試みでしょ、これは。すごいですよ、本当にボリューム盛りだくさん。そうですよ、はい。でしかもこれ完全無料ですからね。そうですよ、見てる人にとっては無料ですから。何なんだ、一切スポンサーついてないですからね。ついてないですから。事前に素晴らしい。1週間にもう何十分も一気に上がると。すごいな。はい、じゃあこの企画のですね、ルール、はい、を説明したいと思います。それぞれ5つのチームに、体を使ったゲーム動画というのをテーマにですね、10分以上の動画を4本のシリーズで制作してもらいました、うん。毎週月曜日は何々チーム、火曜日は何々チームと、それぞれに担当の曜日が決められています。そして全チームのシリーズが終了したと同時にですね、視聴者からの投票で、はい、どのシリーズが一番良かったかを決めると。お、優勝チームには、うん、トロフィーが、やったー、はい、贈呈されますと。純金ね、はい、純金のベギラゴンジズと書いた、はい、とこのようになっております、はい。たくさんの人に参加してもらい、たくさんのベギラゴンズが見れると、うん、来週からはたくさん見れますと。素晴らしいですね。これがベギラゴンジズ、うん、うん、ありがとうございます、本当に。なんかわかんないけど、お礼言っときましょう。本当、本当にありがとうございます。いっぱい見てくれて、本当にありがとうございます。いっぱい作ってくれて、いっぱい見てくれてありがとうございます。本当ね、見てほしいですよね、はい。本当、というわけで、はい、はい、それぞれの曜日の担当のチームを、はい、チームとシリーズの名前をですね、紹介していきたいと思います。はい、月曜日、ヒピドーチーム、広島トレインゲーム。うわね、これは関根さんも参加したシリーズになりますが、すね、広島が生んだ大物かっこ顔&体かっことじシンガー、ヒッピーさんの YouTube チャンネルでございます。約1年前に公開された東京トレインゲームが、舞台を東京から広島に移してパワーアップしてベギラゴンジに帰ってきました。そうですね、楽しみですね。そうですね、はい、ヒッピーさん、まあ、単純に言えばファットガイですけどね。ファットガイのファットガイのシンガー、シンガー、ファットガイシンガー、メジャーシンガー、ちゃんとでかいんですよ。いや、とにかく俺らずっと地べたを這いつくばってたしか覚えてない。出た、東京トレインゲームと一緒の感想ですね。それやめてくれって言ったのに。それでは次、続きまして火曜日、火曜日はチームヌーマニアレイクチャレンジ。おー、来た、はい、海外からのすごいよね。はい、アメリカはウィスコンシン州という、湖がたくさんある州の、
ロケーションにしましてですね、参加していただいた後、アメリカから動画が届くんですよ、うちに。ユナイテッドステイツ外でしょ。そうです、ユナイテッドステイツ外です。ああ、もうオールユナイテッドステイツ外。オールユナイテッドステイツ外です。日本人いないので逆になりますね、いつもと。逆ですね。なんか日本語字幕がつくみたいな、はい、なんかそれはそれで新鮮で面白いんじゃない。すごいことですよ、はい、日本語字幕ついちゃうんだ。はい、水曜日、ディープインジャパンチーム、はしご酒ゲームですね、はい。ディープインジャパンチャンネルはその名の通り、日本の深い部分を世界に向けて発信しているチャンネルです。若い女性が中心のチャンネルになってますので、お酒が入ってこう乱れてって、もうおじさんたちはもうジュルリじゃないですか。若い女性中心のチャンネルって紹介の仕方いやいや、でもそうじゃないですか。あのチャンネルがおじいさんのやってるチャンネルだったらもっと人気ないと思う。見ないですよ。そうですよね、まあ、それは若い女性がやるから見ますけど、意味があるんですよそれは。はい、はい、というわけで乱れるわけですね。若い女性と僕がね、うん、はしご酒をしたわけですが、はい、あんま覚えてないですね全然噛み合ってなかった。あ、そうなんですか、はい、もう動画見て思い出してください、はいはい。木曜日、アトリエショラチーム、はい、ノースマートフォンチャレンジ、はい。埼玉で活動するゆるふわ系若者 YouTuber が頑張りますと。スマホなしでは生きていけない若者の彼らが、スマホを突襲されるとどうなるのかというチャレンジになります。楽しみですね。そうですね、若者からスマホを取り上げてやったんですね、はい、何もできねえよ。もう彼らはもう活動自体がそんな長くなくて、はい、YouTube での活動がそんな長くなくて、まだ登録者もほとんどいないというチャンネルがベギラー本日の殴り込みでございます。いや、大丈夫なんですか。いや、もうだから彼ら自体にパワーはないけど、企画だけの面白さで、はい、ぐいぐい、本当面白いです。僕ちょっと会いましたけど、はい、やばいかなって思ってた彼らはもう本当ふわふわしてるので、はい、僕らというかメグインとはまた真逆の、そうですね、ふわふわと会話をね、こう成立させていくんですよ。成立してないことが多いのもなんかスルーできちゃうような、まあ、そのチームで参加してチームの中ですごい仲がいいので、はい、あの見てて一緒に旅してるような気分になれるかなという、へえ、はい、企画になっております。金曜日、全力ひろし過去50歳チーム通行人ビンゴ in 東京です。楽しそう。とても珍しい50歳の YouTuber ひろしさんのチャンネルでございます。とにかくいつも全力で動画を作っていると。このひろしさんがスタジオを出て街で東京で、通行人に声をかけると、ちょっとそうです、ね、恐ろしいような50歳がですよ、50歳のおじさんがうわーっつって、なんかちょっと聞いてもいいですかっつって、そんななの。いやいや、そんななの。全力ひろしさんってイメージはそうじゃないですか。全力なんで、いつもの動画もなんか、はい、意味なく声張るみたいな。いや、まあ、そうですけど、そういうイメージじゃないですか。それ街中でもやっちゃうんですか。いや、そういうことになるんじゃないですか。だからもうそのなんていうんですか、不自然さみたいなところが僕はすごい楽しみにしています。そうですね、多分 YouTube の中でも、日本のね、YouTube の中で50歳が普通に頑張ってるってあんまりないですよ。これも日本初の試みです、ね、はい、これもすごく楽しみですね。なんか、ゲスト YouTuber も参加するみたいなので、はい、こちらもお楽しみにくださいという5チームになっております。いやー、ほんといろんな YouTube チャンネルが集結したと。もう年齢も性別も国籍もロケーションも全部違う、うん、バラエティ豊かな人々に集まってもらったなと、はい、いう感じで本当にワクワクしますね。何が一番楽しみですか。まあ、やっぱアトリエショラがどうなるか。どうなるか、はい、あいつらだけで何かやったのかと。何も起きてないような感じがずっと続くみたいななんかやっぱふわふわしてるんですよね。いや、それがだから、うん、心配ですね。はい、心配だと。心配です。逆になんか気になるみたいな。そうそうそう今後の公開スケジュールになりますが、はい、来週の月曜、つまりしあさってからそれぞれのシリーズのトレーラーを公開していきます。そしてその次の週、つまり再来週からエピソード1がそれぞれ公開されていくというスケジュールになっております。11月の頭には、全部終わって、優勝者が決まるかなということになっております。はい、さて皆様、新しいシリーズベギラゴン地図が始まります。準備はよろしいでしょうか。読書の秋じゃないね、もう動画の秋だ。動画の秋ですね、時代が進んだんで、はい、
読書の秋から動画の秋なりましたと。というわけで来週からの新シリーズタッチをお楽しみにください。よろしくお願いします。